皆さんこんにちは、佐々木太です。そしてゆうじくんです。よろしくお願いします。今回ゆうじくんとコラボということで、はい、あとですよ、TVer 最近契約4月1日からしたばっかなんですけど、まだ用具とか何も決まってなくて、あ、はい、で、まあ用具探しの道みたいな感じでそういう、まあ、タイトルとかでやっていこうかなと思ってて、はい、今回はラケット、この3本ですね、はい、ヨルジッチのカーボンのラケットと、全部カーボンケースのニューピンクと、これはハイブリッド AC インナー、はい、この3本で、ラバーは MX コア、MXP、バック K3 セットです。この辺はまだ打たれてないんですか？打ってないですね、全然本当にもう決まってないんで、はいはい、まあ合計でまあ、ラケット編が2本とラバー編2本取ろうと思ってるんで、さら、はい、にプラスタブも追加されるので、結局6本の中から選んで、ラバーも、まあ、5枚目の中から選ぶ感じになるので、せっかくミュージックのコラボということで、ティーバーの人多分結構知ってるじゃないですか、ラケットとかラバー。そうですね。ちなみに僕、もう、悪かったら悪いっていうタイプなんで、あ健太塾の5月の動画配信は、1本目が中陣からのバックドライブ、2本目がループドライブに対してのフォアカウンター、3本目が戦術の組み立て方、4本目がフォアブロック、そしてオンライン講習会となっています。また5月から皆さんにより利用してもらいやすいようプレミアムプランの内容を変更しました。詳しくは概要欄をご覧ください。一緒に強くなりましょう。じゃあ始め、ハイブリッド AC、はい、インサイドいきます。インサイドっていうだけあって、オーバーっぽいですね。バタフライ比較することになるんですけど、あのインナーフォースの ALC みたいな感じですね。ああ、そうですね、そうですね。近いあれで言ったら。はい。で、もっとオーバーっぽい感じですね、こっちの方が。確かに。でも、強く打ちやすい。ニューティンク、はい、いきます。これが ZC なら、やっぱりアウターだけは球速い。そうだけど、球離れがやっぱり速いんで、打ちやすさ的にはやっぱり今のところは、こっちの方が打ちやすい、コントロールしやすいです。はい、こっちの方が球速いけど、球離れは速い。コントロールがちょっと難しい人は難しい。僕それちょっと使ったんですけど、ターンスタンで言ったら、財務カーボン。実際に速い。財務カーボンですから。そうですね。っていう印象は私はありました。ホワイトカット美形だけど、普通に回転かかる。それだけが自分で打ってるような感覚が全然あるんで。じゃあ次、ヨルジッチ。はい。これ、やばっ。これやばいっすよね、ちょっとまあ、ヨルジッチには申し訳ないですけど、ちょっと苦手です。割とその球離れが速いのと、あと食い込んでる感じがしないんですよ。もう球離れ速いんで、だからラバーで打ってるというよりラケットでも打ってるみたいな感じです。あ
こういうのは好みじゃないんで、今のところは最下位ですね。この中で言ったら、これがその第2位マっていうそのカード。でもこれも同じやつなんですね。あ、そうなんですね。ですけど、これ多分ちょっと打ってもらったら分かるんですけど、全然違います。カーボンが削ぎ落とするっていうより、木が削ぎ落とす。多分木のあれもある。ありがとうございました。